マブタシマアジ族はアジカに属し熱帯の海に住む原村五種を含む族である。体は楕円型でインド洋と西太平洋の沿岸域で見られる。マブタシマアジ族には原村の五種と絶滅した一種が含まれ、スズキモクスズキアモクアジカに属している。また近年の分子系統学の研究の結果本族はアジアカに属するとされた。多くの研究によって本族がマジ族。 メアジ族、ムロアジ族の祖先であり、ギンガメアジ族などのアジア化のより大型の魚にも近縁であることが示唆されている。マブタシマアジ族は、イギリスの博物学者、ウィリアム・ジョン・スウェインソンによって1839年に作られた。本族は当初は、彼が記載した、新種トレイコヨーネスメロナプターアーを収容するために、作られたトレイコヨーネス族のア族として提唱された。 ものであった。しかし、トレイコヨーネスという名は、トラキヌスカに含まれる属名として、すでに使われていたため無効となった。そのため本属に移動された、エーメロナプターが、本属のタイプ種となった。現在本属に属している、他の種はいずれも直接本属に分類されたのではなく、他の、しばしば当園の属から移動されたものである。これらの種の多くは、多数の高校種の任務を持つ。 俗名のアリップスはギリシャ語で、鱗のないという意味の単語、アリピスに由来する。一種の化石種アリップスピンが本属に分類されている。この種はクリミア州東部の中心よの地層から発見された。この地域はかつてヨーロッパまで広がっていたインド洋の一部であった。原則種では以下の古種が本属に分類されている。 タイプ種のアリップスメロナプターマブタシマアジ族に属する種はすべて比較的小さな種であり、最大種はマブタシマアジでその最大体長は 56cm である。その他の種は 20cm 以下の個体が見られることが多い。各種は扁平な卵型から楕円形の体型をしており、角ヒレの位置は他のアジカの魚と類似している。各種は2枚の背びれを持ち、 1> 第1背びれは棘からなり、第2背びれは1本の棘に続いて多数の難情がある。尻びれは離れて存在する2本の棘と1本の棘と多数の難情からなる、中心部分からなる。側線は一部でカーブを描き、直線部には味やかに独特の鱗である両鱗が見られる。体色は各種背部は緑から早う色で腹部に行くほど銀色となる。 ミヤカミヒラアジのみが体側面に島を持つ。マブタシマアジ族の種はすべて肉食魚で、甲殻類や小魚を捕食する。ほとんどの種で繁殖については研究が進んでいない。しかし、ミヤカミヒラアジについては、数ヶ月の産卵期の間に一回、透明で海中を漂う卵を産卵することがわかっている。マブタシマアジ族の各種は、インド洋と太平洋西部の熱帯。 アネッタイ域に生息する。生息域には、インドアジア、インドネシアの沿岸域を含み、南は、南アフリカやオーストラリア北部、北は日本まで広がっている。ミヤカミヒラアジと黒星ヒラアジの2種は、航海に生息し、スエズ運河を通って、地中海にも生息域を伸ばしていることが知られている。日本においては、マブタシマアジ、黒星ヒラアジ、 ミヤカミヒラアジの3種が分布することが確認されている。釣り上げられたマブタシマアジマブタシマアジ族の各種は大きな商業的価値は持たない。しかし、ミヤカミヒラアジはインドにおいて集中的な研究をするのに足る多量の漁獲がある。それぞれの種はトロール漁をはじめ様々な漁法によって漁獲される。肉は美味であり、本属のいくつかの種が干物や塩漬け、 あるいは鮮魚として販売される地域もある。釣りの主対象となることは稀だが、釣り絵に用いるため狙われたり、混格されることがある。ありがとうございます。